改めてでライジンとても盛り上がってますけど、その中でいろんな流れを全て打ち消してくる可能性のある最後に残された大会、日本のバンタム級で最強の男なんで、やっぱあの強さはね、ちょっと尋常じゃないんで、もう金原さんはね、めちゃめちゃ強いですよ、マジで。どうせフォーマッシャー、ここでタップアウト。どの局面でも勝負できると思うんで、それを全部混ぜてミックスした一つの作品として見てもらいたいなと思うので。やっと彼の実力がみんなに認められるのかっていう。全然期待してもらっていいっすね。最後だと思ってるんですよ。ライジンの舞台で最後戦士生活して終わりにしたいと思ってるので、何試合できるか分からないんですけど、最後戦ってみたい選手がライジンにいるっていう。ヘンリーっていうのは元だったり大塚にも勝ってるし、自分の立ち位置をしっかりはっきりさせてくれる相手だと思うんで、まあ、今チャンピオンですよね、マネルケープが。マネルケープとかよりは強いですよ、普通に。堀口教授選手の対抗できるのはやっぱり金原さんだと。カイと金ちゃんと堀口の絡み見たいですよね。負けたやつに発言権なんかもう1ミリもないし、しっかり勝ってその選手と戦ってみたいなとは思いますね。